と先に私から一言本当にすみません、ちょっと諸事情でトラブルがありまして、遅刻しました。一部がね、はい、すみません。はい、すみません。はい、ごめんなさい。この、路上ライブ終わったらオーシャンズ君と、一緒に写真撮れますので、ぜひ皆さん写真撮ってあげてください。すみません、これだけです。ありがとうございます。すみません。あ、で、イリーもこの後最後に、今回はチェキ持ってきたので、個人写真撮りたい人、メンバー5人だけで撮りたい人はぜひチェキを撮ってくれると嬉しいです。で、最後に今日来てくれた全員とイリーで1枚パシャって撮りたいなって思ってるので、はい、写りたい人は、写りたい人っていうか、まあみんな残っててほしいなって思うんですけど、はい、最後まで楽しんでいってくれると嬉しいです。じゃあ
たちのね一番最初の楽曲、それはガールフレンドです。聴いてください。今の感
to go ra-cha-cha, ra-cha-cha, cha-cha-cha-cha. DJ Skillis, we be the realest team on the playlist. Watch out, I kill it, watch out, I spit it on the mic, fill it. Y'all can't do what I do, just admit it. I'm about to see Elliot, that's who I am. Back it up, kiss it, I'm here. Super duper fly, hee-hee-hee-ha. Body people, why don't you put your hands up, I. なれない。 Yeah! 楽しんじゃいつでも。
とうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでね、結構終盤戦に突入しちゃってるんじゃないでしょうかね。はい、あとダンス1曲とラスト1曲となりました。寂しいですね。ね、心の底からの音だった今。ね、まあ、最後に踊る曲は、あの一番最初の路上から踊ってるあの曲で終わろうかなと思います。大丈夫？やめて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 ほしい。ほらほらほら、誰か泣いちゃうと泣いちゃうからね。そうだよ、そうだよ、覚えてそうね、イリーがさ、結成されてこの次のダンスネタは2週間で曲決めから振りと構成と作って、で毎日ね、みんな終電で帰る勢いで、もう本当に毎日のように集まってね、夜遅くまで毎日終電で帰って、朝からね、学校行ったりバイト行ったりいろいろしてきて、まあ今までで一番歌踊ってきた楽曲だしね、思い出があると思うんですけど。頑張れ、え、なんでめっちゃ頑張るの。そうだね、そうだよね、だから一番なんだろう、まあダンス面で言ったらね、この曲が、そうだね、思い出がある、思い出が、思い出があるね。一番踊ってきたね。そうだね、そう、イリーの初披露でもね、これこのダンスだけのネタでやったもんね、最初の頃は、ね、そうだね、一番最初は、うん、そうだよね、なんか一番最初から見てくれてる人、一番最初に見てくれた人、一番最初にグランドニュー、グランドニュー、ダンスだけのイベント、11月3日、去年のね、11月3日で覚えてるね、すごい。いないかも、いないか、いないか、意外となんかさっきも踊ってる時ずっと我慢しながらだからほんとんど無事に表情じゃないけど、もうめっちゃなんか変な顔で踊ってたかもしれない。まあね、頑張ろう頑張ろう。あと最後ね、頑張りましょう。じゃあ、ね、最後まで盛り上がって、はい、声出してみてください。はい、お願いします。名前とか呼んでくれたら、はい、お願いします。Amen.
学1年ね、結構苦しい日々もあったし、楽しいことも辛いこともなんかずっと一緒に5人で経験してきて、いろんなことがあったんですけど、なんか、まあ、メンバーがいたから、あと皆さん、ファンの方々が支えてくださったおかげでもあるし、それこそキックスとあとケイトさんにもたくさんずっと支えられてきたと思っております。はい、なんか自分はずっとね、小学生ぐらいからダンスボーカルをちょっと一人ずつじゃあ喋りましょうか。でもね、ずっと小学生からねダンスボーカルやってきて、で、まあ、この去年フォローハンサチを、まあ、なんかイリー結成するにあたって誘っていただいて結成したんですけど、まあ、今日で一旦ダンスボーカル、まあ、ちょっと一旦お休みというか、まあ、終わってしまうんですけど、なんかたくさんいろんな方と出会えたし、本当にたくさん全然自分が多分いいじゃなかったらやってこなかった経験もしたし、本当に感謝でしかないです。感謝でいっぱいです。これから個人の活動もまたこれをなんか踏まえてっていうか、この経験を生かして次につなげていきたいと思ってますので、応援よろしくお願いします。本当にありがとうございました。私はもうまあ、イリーのメンバーもキックスも含めてもうダンス歴が浅すぎて、本当だったらこんなところに多分立ってないと思うんですけど、イリーが1年前10月21日に結成して集まってくれたメンバーがもうダンスが上手すぎて本当に最初不安すぎたんですけど、でも本当にこの4人とキックスも含めて、あとケイトさんもすごい本当に何だろう、自分がもし逆の立場だったらめちゃめちゃ怒ってるだろうなっていうレベルなのに、すごいみんなあったかく教えてくれたり、足引きずってるだろうなっていうところもたくさんあったんですけど、全く怒らずに、まあ厳しく言われてたかもしれないけど、もう全然なんて言うんだろう、なんか優しさ詰まった言葉で教えてくれたり、私が何回もできなかった時とか、もう TikTok とかもあれ何気なく投稿してるんですけど、もう毎回私ミスってて、もう時間取らせちゃったり、多分終電になってるのもそれが理由なんじゃないかなっていうぐらい足引っ張ってたんですけど、本当にメンバーに恵まれてめちゃめちゃ温かく迎えてくれてたので、ここまで成長することができました。そうですね、なかなかもともと個人の活動はしてたんですけど、まさか自分がこうやって歌って踊るダンス&ボーカルグループとして活動するとは思ってなかったので、この1年なんだろうな、なんか想像してなかったことがたくさんあったし、もちろん大変なこともあったんですけど、この5人だったからこそここまでね頑張ってこれたなって思ってます。ちょっと1年っていう短い期間だったんですけど、たくさんの方に応援してもらえて、このメンバーに出会えたことが一番本当に幸せでした。ありがとうございました。何喋ろうかな。私がこのイリーに入ったきっかけは、私は何気なくダンスやってるだけだったんですけど、ある日志保がマイク持ってダンス&ボーカルやってみないって誘ってくれたのが初めで、で最初は私はマイクなんて持ったことないし、なんなら歌も下手だし、すごく悩んだんですけど、自分の新しい道だなって思って挑戦したのがこのイリーで、話をしていく中でキックスとも関わりがあるよってなって、
で、私はダンスやってる時に、ケイタ君と、もともと、PG ですごい仲良くしてて、それでケイタ君にも相談した時に、やってみればとか言ってくれて、それで、このイリーを始めました。最初は、歌がちょっと、私は苦手だったので、ラップの方に行ったんですけど、ちょっとやってみて、すごい周りが褒めてくれたりして、自分でラップの歌詞を書いたりした時にも、周りのみんながすごい褒めてくれたり、いいねって、ハイの声いいねとか言ってくれて、すごい励みになって、この活動が楽しいなって思って、この1年間、すごく楽しくこの活動をやっていきました。結果的にはちょっと解散ということになっちゃったんですけど、すごいイリーをやってからたくさんの人と出会えて、自分の人脈も広がって、すごくこうやって自分の経験もすごく上がった1年でした。本当にありがとうございました。はい、私ももともとダンス&ボーカルの中で、私と舞がダンス&ボーカル両方やってて、で一番私がやりたかったのがダンス&ボーカルでアーティストをするっていう活動で、私もゆいからね声をかけてもらって、このグループ活動の存在を知ったんですけど、やっぱりなんか一緒にねやる仲間を見つけていくっていう中で、ここの2人が思い浮かん でダンスもね、そう、私も PG に通ってたので2人と一緒にダンスをやってきて、やっぱりなんだろう、この2人とならできるかなってすごい思ったから誘わせてもらって、で2人が OK してくれて、で前も加わって、で5人でこの5人で活動するってなってから、本当に毎日が毎日が充実してて濃くて、なんかもう家族なんですよイリー。本当になんか長い時間いすぎてっていうのもあるんだけど、楽しい時も苦しい時も辛い時もなんか一人がそうなったらみんなで共有して助け合ったりだとか、そういうメンバーがいたことがあんまり私はなかったので、すごいこのイリーっていう存在が私の中でめちゃめちゃ大きくあって、で自分の好きなねダンス&ボーカルもさせてもらって、でこのイリーを通してね私も楽曲を作ってみたりだったり、でその楽曲を披露したら本当にファンの方だったり、キックスのメンバーだったり、ケイタさんだったり、他のイベントの方だったり、いろんな方が私の作った曲を褒めてくださったりだとか、このイリーを行っていなかったらできなかった経験とかもたくさんあるし、こうしてね路上ライブをすることによって皆さんと出会えたし、本当になんか私はまだそうやりたかったっていう思いが強いので、ちょっとまだ実感が湧いてないんですけど、実はこうしてね最後ライブで皆さんに温かく見守っていただけて嬉しく思います。本当にありがとうございます。そして、個人の活動もねみんなそれぞれ頑張っていくと思うので、引き続き応援してもらえたら嬉しいです。はい、これ喋るのすごい苦手なんですけど、私はさっき志保が言ったように志保からお誘いをもらって、もともとダンス&ボーカルやることが夢だったので、もう誘われて、まあ最初はちょっと悩んでんだよねちょっと悩んで大丈夫かなとか思ったんですけど、誘ってもらってみんなやろうって決めて、このメンバーみんなで集まって、そこから最初はねそのさっきねダンスの披露の時に言ったと思うんですけど、もう毎日終電までダンス作って、なんかめっちゃ楽しかったんですけど、正直辛かったよね辛かったよね、眠い、朝次の日学校だバイトだ、すごい辛かったんですけど、なんか辛いのに楽しくてやっぱそれはこのメンバーと一緒、このみん
この5人で一緒だったからだなってすごい思ってて、このイリーがこの5人で良かったなってすごく思ってます。志保誘ってくれてありがとう。あとありがとう。そして、応援してくださるファンの皆様、そしてゲッタファンキックスの皆さん、ありがとうございました。これからこの活動してたことを生かして個人での活動も頑張っていこうと思いますし、将来の夢は絶対にアーティストになることなので、そこは諦めずに、頑張りますので、ぜひぜひこれからも応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございました。になるんですけど、はい、まあ、それぞれ多分絶対ダンスとか、まあ、これをキーに歌続けていったりとか、絶対それぞれ夢は絶対あると思うんで、また絶対どっかでね、一緒になんかしましょうということで、はい、本当にめちゃくちゃ頑張ってたんで、もうラストめっちゃ大きな拍手で最後お願いします。リリーに、ありがとう、ありがとう。はい、じゃあ俺らはもうイリーの分もここから頑張ってきますし、イリーはねそれぞれ多分頑張っていきますので、これからも、全員俺たちのこと、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ本当に最後の最後まで最高でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございました。じゃあ最後、はい、ごめんイリーチェキを、はい、あ、こ
の前に集合写真撮りましょう。そうですね、はい、あのエリー今日でラストなんで、あのぜひあの皆さん藤子の方も今日初めて 見た人もいつも見てる人もみんなね、あの真ん中の方に集まって、はい、エリーと集合写真撮った後に、エリーはチェキをね、はい、物販であります。そしてあの今日はオーシャン君もあの来てくれてるんで、はい、あのぜひ写真撮れますので、ぜひ帰りに皆さん撮っててください。お願いします。はい、じゃあエリーの集合写真撮りますか。エリー前に並んで、はい、じゃあどっち向きで撮る、向こうバック、はい、こっち